はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。 A 列車で行こう始まる観光計画やってみましょう。さあ、前回で怒涛の1年目が終了しました。結果はこんな感じでございます。はい、まず年間売上高400億円以上は達成しました。で、借金はね、全く返せなかったですね。で、人口の方は現在12,700人ほどでございます。さあ、では2年目も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、で、新しい行政施策出ましたね。今度はこちらでございますね。いやー、このね、行政施策がね、毎回楽しみなんですよ。で、今回はなかなか良さげなんじゃないでしょうか。よもぎ村は、商業系建物2つ以上で、で、里池村も商業系建物2つ以上、そうか。でもね、10億円しかないからな。じゃあとりあえずここの建物売りましょうか。さあ、どんどん売って売却益を稼いでいきましょう。はい、でこれ、あー、いいね。売却益が6億円いいんじゃないですか。さあ、で他に売れる物件はあるでしょうか。確かね、これ、あー、売れないか、もう売ったか。あ、これを今売り出してる。さあ、でまだないっすかね。あー、で、だいぶ、混雑してるっぽいな、このバスは。で、そういえば、こっちの、あー、これあったな。じゃあ、これも売りましょう。さあ、では、じゃあ、次はここ、住宅建てたところに、駅作りましょうか。で、ここに、駅を建てて、で、こっちの、よもぎ駅の方までつなげましょう。どういう風にしていこうかな。じゃあ、そうですね。まずは、まずは線路つなげようか。はい。で、こうしまして、まずはこうするでしょ。で、こうしようか。あーと、つなげられない。なんだ。待って。落ち着け。じゃあまずはこう曲げてこうしようか。よし、これだったらいける。じゃあこうして、でこの辺りからじゃあ下げよう。でこうして、よし。で、OK で、次は、待って、どういう感じ今。よし、じゃあこうしましょうか。で、あー、金がない。そうか、金がないか。まあ仕方がないか。じゃあ待ちましょう。ちょっと待つ。はい、何でしょう。おい、肉持ってきたぞ、肉。頑張ってるみんなにプレゼントだ。あ、軽井沢さん優しい。お肉のお裾分けなんて豪勢ですね。何のお肉なんですか。イノシシだよ。イノシシ。さて、もう半分くらい車に積んであるんだ。ちょっと取ってくる。あー、ジビエ。なんか流行りだね。イノシシって大きな牙のあれですよね。どうやって捕まえたんでしょう。捕まえた。ああ、そういうこと。順次のことだから素手じゃないかしら。素手で倒したの、イノシシを。女性と二人で山にいるとき襲われても守れるように普段から戦って鍛えてるって自慢してたもの、間違いないわ。ふう、これで全部だ。重かったな。軽井沢部長、危ないことしちゃダメですよ。イノシシはすごく凶暴だってテレビで見ましたよ。何の話だ。五色姉さんだろう。松島に変なこと吹き込んだの。あれ、軽井沢部長は日頃から鍛えてるから素手でイノシシを倒したんだろうって違うんですか。そんなことできるわけねえだろ。取引先の牧場からもらったんだよ。ですよね。そうでしたか。そうですよね。できるはずないですよね。つまんなそう。謙遜してるだけよ。順次には今度、最近山里に降りてきてる熊の捕獲をお願いする予定なんだから。無理ですって。食べられちゃうって。軽井沢さん、できねえよ。さあ、コントが終わりまして、で、今8億貯まったか。あ、でも結構稼げるようになったね。じゃあ今度はそうっすね。じゃあ地上駅に、おう、まあ、この辺ぐらいに建てたんですよね。じゃあまずはこうして、でホーム数の長さは5もいるかな。でホーム数は2ぐらいにしとこうか。はい、 OK。 で次はですね、
今度はね、あーで結構金なくなっちゃったな。やばい、ここで金使うとね、また五色さんが怒りに来るかもしれない。こうして、こうしてギリ届かずこう、無理か。まあ、とりあえず1個戻って、まあまあここは諦めよう。はい、さあで何か物件が売れてくれると、やっぱ怒りに来た、ごめんなさいバレました。でそうっすね、じゃあとりあえずプラン、新しく計画で、で今度はじゃあ運賃値下げもう一回やりましょうか。なんとしてでも乗客数を増やさんといかん。私も背に腹は変えられん。で社員状況はやや不満が見られる。そしてじゃあ季節ツアー、はい行きましょう。さあお金ちょっと貯まってきましたよ。なのでじゃあ駅と線路接続しましょうか。こうして、でこうしての、これだったらいけるか。おし、いけるね。じゃあ行きましょう。はい、決定。さあでこれで新しい駅が完成、まだしてないか。あと4日後。さあできろできろ。待て、あのね、今ちょっと待った、待って停止。なんかね、気になるものが、うわ、 UFO UFO がいるぞ。どっか行った。どこ行った。いた UFO がいる。うわなんだ、何を調査してるんだこいつら。こんなもうね、さびれた村に。さあでこれで東里池駅ができましたということで、じゃあダイヤ設定していきましょうか。でこの電車な、どうなんだろうな、全然儲かってねえもんな。じゃあまずはやっていきましょうか。営業路線で南野駅で浜駅で西よもぎ駅、そしてここを折り返しじゃなくて、じゃあまっすぐ行く。まっすぐ行くと、あー待った、あー繋がってね、しまった。待った。なのでとりあえずここは折り返しに変えまして、で新しく車両を変えましょうか。そうだそうだ、全然違うホームに私線路つないじゃったんだ。なので変えましょう。そうやな、普通のね、そうやな、あーこれとかいいんじゃない。いやー、どれだ、これにしようか。じゃあこれの、あー変えないギリ変えない。これはこれだったらギリ変えるか。じゃあこれにしましょう。はい、じゃあ2両編成普及型近郊列車、はい境まーす。でこれをじゃあ置きまして、配置、じゃあこれをさあ西よもぎ駅の方に持っていきまして、はい、でこうでまず置きました。でちょっと方向悪かったな。営業時間は8時8時にしよう。はい、で決定。さあこれで行ってみましょうか。さあちゃんと動くというか、お客さん入るかな。さあ行ってみましょう。こうして、はい、さあ動け。でまずお客さんは全く乗ってない。で90人乗ってる。で230人。あーちょっと待って、この辺のダイヤ設定ちゃんとやろう。待って、運行計画の営業路線で折り返しの折り返しで停車時間、で停車時間は1時間ぐらいでしょ。1時間でこっちも1時間にします。はい、さあで片道35分ですね。さあどうかな、ちゃんと動く。あーで今待ってるか。で動き始めた。さあこれで今日の営業は終了。さあどうでしょうか、儲かってるかな。いやーでも微妙だな、やっぱそんなもん乗ってねえな。まあこんなもんか。まあまあまあ
まあ赤字覚悟で頑張っていこう。とりあえず人口も増やさんといかんからね。で今金が全然ねえ。でと配当金だ。わ、利益剰余金マイナス141億円。これ全部返さんといかんでしょ。まあね、ここはね配当金はゼロで0円で、すいません株主の皆さんごめん。あ、伊勢さんだ、ありがとうございました。軽井沢部長本当に助かりました、ありがとうございます。おいおい、そんな頭下げなくていいって、どうしたんだ。お、社長じゃないですか。奇遇ってほどでもないですね、ここ駅だし。お疲れ様です、社長。今軽井沢部長に手伝っていただいたところなんです。駅で小さいトラブルが重なってしまいまして、人手が足りなかったところを助けていただきました。やるじゃん、いちいち言うようなことじゃないって。仲間が困ってたら助けるのは当たり前だろ。立派だ、意外だ。じゃあ意外だ。母、もしかして助けるのは女性だけって思ってました、思ってました。やるじゃないですか。ばあちゃんから散々言われてきたんですよ、誰にでも優しく、特に女性には優しくしろってね。軽井沢部長は誰にでも親身になって接してくれますから、現場からも人気あるんですよ。そうなんだ、自分もお世話になっています。彼女のこととか相談乗ってもらったり、本当に頼りになる人で憧れてしまいますよ。そんなことは聞いてない。ちょ、おい、やめろよ、照れくさい。男からそんなこと言われても嬉しくねえよ、本当は嬉しいくせに。でもまあ、社長も相談があればいつでも乗りますからね。特に女性のことなら私に任せてください。振られてばかりで当てにできない、女性より経営の相談に乗ってくれ。どっちもあれだね。じゃあ女性より経営の相談に乗ってくれ。あ、もちろんそっちにも至って OK ですよ。おっと、あまりこうで仲間話するのもなんですね。社長と話してるとつい楽しくて、つい時間を忘れてしまいますよ。伊勢も今は休憩中だよな、少し急ぎは間に合うだろう。どうです、これから3人で飯でもいいね。はい、ごちそうになります、ありがとうございます。おごるとは言ってないんだが、まあいいか、言い出したの俺だしな。いや、あのね、軽井沢さん、今日は私に出させてくれ。じゃあ行きましょうか、近くにうまい店があるんですよ社長、ぜひぜひ。さあ、デートで、そうやね、ちょっとね、資金もうちょっと貯めたいなということなので、じゃあマンション3を売りましょう。これ売りますよ。で、あー、やっぱ即時だとね、だいぶ収益が減っちゃうから、じゃあ売り出しで、なかなかね今ね売れないんですよ物件が。でこっちのマンションもじゃあ売りましょうね。でこの売却益でさらに建物を建てたいところですね。さあ、では行きましょう、もうどんどん建てていこう。さあ、そしてこちら既存賃を1割値下げしました、お客様には大変好評のようです。でスタンプラリーツアーを開始、了解。さあ、でこれでまたちょっとねお客さん増えるといいんだけどな。どんな感じ今、逆にね下げすぎるとね収益下がっちゃうからな。さあ一回ちょっと様子見させて、はい。で今39人か、まあ、こうやって見てみるとめっちゃ近距離の路線やなここ。さあそして、まあちょっと、あ、乗客数は増えてるね。この路線が利益出るのも近いかも。あー、で今100人乗ってる、いいねいいね、いいよいいよ。でこっちの停留所めっちゃ人待ってるよ。人待ってんの、人待ってるかな、わからん。わかんないです。でさあな、で今8億あるか、ちょっとじゃあズームアウトして、で行政施策の方ですとね、そやな、なんかやらんといかんな。まあ里池村なんか建てましょうか、まあ安いやつでいいから。例えばそやな、まあ温泉宿か。また温泉宿、あーとお土産屋さんか、いいね。あー、売店とかもいいじゃないですか。ガソリンスタンド、ビデオショップ、はいはいはい。まあだけどね、土地代を免除するやつだから、
ペンション。ペンションいいじゃん。じゃあペンションはね、じゃあこの辺りというか、そうやね。あ、この辺り良さそう。じゃあこう、じゃあここに建てましょう。はい。で、決定。で、ペンション二つ目はじゃあこの辺建てようか。はい、でしょう。はい。さあ、これで、さあ、行政施策は OK なはず。さあ、どうでしょう。はい、オッケー。支給額は792万。安い。安い。さあ、そしてオフィスビルを売れました。オッケーオッケー。待ってました。で、27億入った。そうやな。なので、そうだね。次は、こっち。よもぎ駅に商業系建物を2つよね。これだ。さあ、行きましょう。で、建てるとするならば。そやね。まあ、27億ギリギリ使いたいと思うんすけどな。ホテル。あー、ホテルいいじゃん。あと、リゾートホテル、いいな。で、海の幸食堂。あー、これもね、もしかしたら、さっきのとこに建てても面白かったかもね。じゃなー。こんな方とんねー。あー、中層ビル6か。あー、でも多分ね、土地代の関係で建てれんわ。いや、結構ね、いろいろたくさん種類があるのよ。じゃあオフィスビル1。さっき、ここに建てたんだよね。で、じゃあ、今度はですね。じゃあなー。この辺りか。じゃあ、この辺り建てていきましょう。はい、じゃあ、決定。こうして、はい。で、これで残りは9億。あと9億すらね。さあなあ。飲食ビルか。面白そう。飲食ビルはね、こことかいいんじゃないですか。でも土地代が結構かかるな。じゃあ、ここいいっすね。ああ、難しい。こう立てまーす。はい、行きまーす。待った。待った。やっぱここにしよう。はい、じゃあ開けて。さあ、これで、はい。さあ、行政施策カモン。助成金カモン。もうひたすらこれ建てまくらんといかんから。で、10億。よし。で、この2つの建物が建ったら、さあ、売却していきましょう。で、さあ、そして低層ビル9も折れましたね。よーしよしよし、いいぞいいぞ。で、これで8億入りました。8億か。なので、今度は、スキー場の近くに、そう、娯楽系建物2つ。なんだろうな、建てるとしたら。まあ、そんなに、高いものを建てなくてもいいかなって思うんだよね。土地代の免除だから。スーパー銭湯。でも4億か。面白いと思うんだけどな。スポーツ施設、弓道場。ああ、いいね。ああ、この辺りいいじゃん。じゃあ、まずはテニス場。いいね。テニス場はおしゃれだね。スキー場の近くに。なんだろうな。どこやろうな。建てるとしたら、まあ、この辺かな。じゃあ、ここに建てまーす。はい。で、決定。で、まあまあ土地代も、かかるね。さあ、そして、もう一個。で、そうやなぁ。キャンプ場いいじゃないですか。キャンプ場最高じゃん。そうやなぁ。まあ、とりあえずこの辺建てとこうか。待て。この辺とかどう？じゃあ、この辺建てときますよ。はい、決定。さあ、これでどうでしょう。さあ、行政施策カモン。助成金カモン。ほい、オッケー。6000万もらいました。さあ、そして、このできたキャンプ場、そして、テニスコートはすぐに売却していきましょう。さあ、そして、さらに映画館売れましたね。よしよし、いいぞいいぞ。どんどん売れてく。で、また27億入りましたね。素晴らしい。んで、スキー場は売られてるけど、全然、売り上げ出てないね。で、そうだ、テニス場とかできたんだ。テニス場どんな感じ？
で、そういえばそこのペンションとかどうだろうな。で、まずはテニス場で行きましたね。あー、しっかり冷気出てるじゃん、ナイス。で、キャンプ場も、あー出てる、ナイス。じゃあ売りましょう。速攻で売る。あーでも全然、あー利益出てない。あー、待て、もうちょっと利益出てからだな。で、こっちのテニス場は売れます。まあ、売れるけど稼げるかどうか。いやー、ちょっと厳しいか。もうちょっと待ちましょうか。で、このペンションはどうでしょう。あ、ペンションも全然儲かってんじゃん。やるね。じゃあ売却。そやなー。またじゃあ売り出し始めましょうか。まあそんなに高い物件でもないですしね。さあ、で、はい。で、この子も売りまして、はい、売却。で、ちょっと稼げるもんね。さあ、で、現在人口の方はどうでしょうかね。まあ、もうすぐ半分ってところだな。さあ、どうでしょう。現在人口は1万3700人か。まあ、ちょっと増えたよね。さあ、で、行政施策出ましたね。商業系建物3つ以上を建てると土地価格 95% 免除か。微妙だな。しかも羽間村だ。羽間村はここだよな。まあとりあえずじゃあ自宅しとこうか。じゃあ行きましょう。さあ、羽間村へ行こう。さあ、ここが羽間村ですね。羽間村も案外発展してるんすな。ここはそうですね、まあとりあえず軽いもの建てていきましょうか。そやな。商業系だよね。さあ、まあ、安いやつ。あ、別荘とか。民宿、温泉宿か。じゃあ温泉宿じゃなくてペンション。ちょっとね、ペンションはね、結構割とね、収益が稼ぎやすいかなと思って。多分な。多分。行きましょう。じゃあここにペンション1個建てます。はい、決定。で、今度はペンションは、じゃあこの辺かな。はい。で、あともう1個だな。じゃあもう1個この辺。じゃあこ、はい。で、タイプはこ、はい。さあ、これでペンション建てまくってるね。さあ、どうかな。いや、こんなとこにペンションあったらね、めっちゃ人気出そうだけどね。わからんけど。今度はプランか。プランな。なんかできるかな。株式公開な。だけどね、まだ利益剰余金が全然あれだもんね。で、純資産が98億円以上か。いやー、全然ないもんな。で、特別ボーナスか。いや、ちょっとね、出せん。さあ、で、助成金792万円。そして、10億2300万入りました。で、6197万も入りました。で、現在、所持金は40億か。なんか、物件建てて売るもよし。で、もうちょっと貯めれば、あれだね、借金ちょっとだけ返せるな。いやー、やっぱね、なかなか経営苦しいですよ。で、現在、こっちの、これ何建てたっけ。そう、飲食ビルだ。飲食ビルと、あ、これが飲食ビルだ。で、来月か。いや、来週だな。あ、もうそんな、近づいてきましたか。で、こっちの、オフィスビル1は、再来週だね。いろいろね、建物はね、建ち始めてるんだけどね、もうちょっと人口増えてほしいな。現在、もうすぐ1万4000人行くか。さあ、で、新しく建てた東里池駅。なんか建ってるね。これは何ができる？まさかオフィスビルが建とうというのか？さあ、どうでしょう。できるか？うわ、めっちゃ楽しみ。なんだろう？なかなかできないね。なんかできないな。まあ、できればね、こういう高層ビルみたいなの建ってくれると、さあ、鉄道の収益も出てくるんですが。で、あと、ペンションが売れたか。ペンション1個目。さあ、で、儲かる方のペンションだな。
で現在所持金は43億。さあで、こっちの羽間駅はどうなんでしょうね。あーこれ収益出てねえか。このシナリオね、鉄道の収益出すのめっちゃ難しいかも。さあでこっちの方では、まあだいぶ利用者数は増えてるんですけどね。いやー難しいゲームですよ本当に。あでできた。これはあマンション3だ。あれマンション3かぶり、まさかの。まあでもマンションできれば人口それなりに増えるんじゃない。あーとね、14,100人に増えた。オッケーオッケー。まあもうすぐで半分だね。うん、さあ3万人ももしかしたらねいけるかなって思うけどね、まだわからん。さあ新しく建てた駅もねそこそこ発展し始めてるんでね。でまたなんか建ち始めてる、素晴らしい。ということで今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ペンでした。さよなら。